オルカはニュージーランドのアパレルスポーツ用品メーカー。トライアスロン選手向けのウェットスーツをはじめとするスポーツ用品の製造を手掛ける。オルカのウェットスーツフリーダイビング用ウェットスーツ1994年ニュージーランドのトライアスロンチャンピオンであったスコット・アンズワースによってオークランドに設立された。当時のウェットスーツは泳ぐことに適していないと感じており、 改善に向けて開発を進めた。高速水着メーカー、パフォーマンススピードスーツリミテッドの製品が好評を博し、最終的にブランド名を現在のオルカへと変更した。2008年、スペインの大手自転車メーカーであるオルベアとの間で世界的規模の販売契約を締結した。高級ウェットスーツを専門とし、価格帯は おおむね250ドルから700ドルまで世界各国で入手可能である。トライアスロン用品に新技術を導入する先駆けとして知られ、オルカエーペックス2ではウェットスーツとして世界で初めてネオプレン技術のエアライトを採用。内部にエアポケットを有し、浮力を向上させている。また、オルカ3.8では世界で初めてエアリリースパネルと呼ばれる。 耐水性を維持しながらも内部の熱と湿気を排出することができる機構を採用した。こうした数々の技術革新によりニュージーランド政府やベターバイデザインをはじめとする業界団体からも認められるほどの実力を持っている。トライアスロン世界チャンピオンのセバスチャン・キナル、自転車競技選手のアンドリュー・スタリカウィックス、元オリンピックチャンピオンのハミシュ・カーター、 国際トライアスロン連合のクリス・ジェミル、コートニー・アトキンソン、ティム・ダン、デビー・タナー、アイアンマン世界選手権大会に出場したクレーグ・アレクサンドルやキャメロン・ブラウンといった多くの有名トライアスロン選手を支援している。また、ニュージーランド国内以外にもイギリスのトライアスロン連盟など国内外の多くの団体を支援している。 2004年にはオリンピックのニュージーランド選手団の公式アパレルサプライヤーを務めた。ありがとうございます。